さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、なんとあのフクロモモンガミミコの体重が増えました。ありがとうございます。はい、ということでですね、今日もやっていきたいと思うんですけども、フクロモモンガのミミコのですね、体重がですね2週間経って、しっかりと増えてくれていました。皆さんのおかげですね。はい、ということで体重の測定をやっていきたいと思います。やっていきましょう。まずはですね、袋の中に入れて、袋の重さを差し引いてですね測っていきたいと思います。まあちょっともう数字出ちゃってますけどね。なんと前回の動画から比べてですね、 76g から 78g までになってるんですよ。なので増減がプラス2kg、 2kg じゃねえ間違えましたプラス 2g になってるんですよ。めちゃくちゃ嬉しい。これ小動物にとって 1g とか 2g、上限が増えたり減ったりするっていうのかなりね大きなことなんですよ。なので今回ね増やそうと思って食事の量を管理したりとかして、2g ねしっかりと増えてくれてたってことが本当に嬉しいですね。これもね、まあ皆さんが、見てくださるおかげだと思ってるんで、本当にね、まあその動画として、皆さんに出すにあたってやっぱり元気な姿で見せないといけないし、こうしてねちゃんと健康も管理してあげないといけないなっていうところでね、本当にそういった意味では皆さんのおかげだと思っているので、本当にありがとうございます。今日はね、そんな動画です。もしよかったらこういう嬉しい報告とかね、いろんな報告とかもしていきたいと思っているので、まあ、本当によかったらね、チャンネル登録とか、高評価コメントとですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。